こんにちは。本日担当させていただきます。よろしくお願いいたします。ワードイヤイヤ期ですね。はい、かしこまりました。ワードによって特定の掃除の仕方というものがございますので、一度確認させていただいてもよろしいですか？はい、今言ったんですけれども、やっぱり聞こえていないというような感じですかね。今と言ったんですけれども、そうですね、やっぱり聞こえてないので掃除していきたいと思いますよ。こちらの耳からやっていきますね。大丈夫ですよ。もう掃除したらね、すぐに聞こえるようになりますんで。はい。では耳の消毒からやっていきますね。ちょっと冷たいかもしれませんけれども。はい、ちょっと冷たいですよ。失礼します。ではまずは普通のね、こういう耳かきでやっていきますね。はい、入れますよ。失礼します。結構ね、奥まで入れるので、痛かったら言ってくださいね。ないですか？はい。変ですね。ここら辺が塞がってますので聞こえなかったんですね。
気になるところとかないですか？それでは次に綿棒ですね。綿棒でやっていきますよ。はい、突っ込みますよ。失礼します。このふわふわでさっさーっとやった後に息を吹きかけて
こちらは終わりにしたいと思いますね。はい、はい、ふわふわします。はーい。しますよ。はい、ではこちらは終わりですね。あとで両耳合わせて確認いたしますので、こちらも消毒から順番にしていきますよ。はい、はい、ちょっと冷たいですね。失礼しますよ。はい、耳かきですね。はい、入れますよ。失礼します。痛くないですか？はい。気になるところないですか？はい。
しますね。入れます。こちらも、ふわふわと息を吹きかけますね。はい、はい、ふわふわします。失礼します。しますよ。はい。それでは、両耳のお掃除終わりましたので、最後に確認だけしますね。はい。お茶漬け聞こえましたかね。はい。お茶漬けですね。はい、よかったです。それこういうことはね、よくありますんで、また違うワードとかでね、聞こえないなと思いましたら来ていただければなというふうに思います。それ以外でもね、耳掃除、こちらやってますので
はい、お気軽に来ていただければなと思います。はい、それではお大事になさってくださいね。はい。